モデルプレス、2024年2月7日、日向坂46が3月19日に発売するデビュー5周年記念公式ブック、H46 モードボリューム1より、日向動物園8人集合写真が公開された。写真、金村美区小坂なお、可愛すぎるデート写真、日向坂46、日向動物園8人集合がバブくて可愛い本書には、 8人のメンバーによる日向動物園企画を掲載。事前に撮った自分を動物に例えると、アンケートを参考に、川田春菜はパンダ、渡辺里奈はリス、藤島加穂は羊、東村名は黒猫、小坂奈は白猫、正源寺陽子は犬、乳明かりは柴犬、上村ひなのはギに噴して撮影。自分のお気に入りの動物に噴したメンバーは、 みんなから猫って言われることが多いんですけど、私自身はそう思ったことはなくて。でもファンの皆さんにもメンバーにも言われすぎちゃって、自分でも猫なんじゃないかって思えてきちゃいました。わら、小坂。うさぎは、私にとってかなり大切な動物です。なので、今回日向動物園で本格的なうさぎになれて本当に嬉しかったです。上村。犬に似てるって言われるとすごく嬉しいですし、今回は、 茶色の毛に包まれた着ぐるみで撮影していただけて、犬の気分を味わえました。証言時、と、喜びの感想を、バブくて、かわいすぎる日向動物園の動物たちで癒されるだろう。日向坂46、デビュー5周年記念ブック、H46 モードボリューム1本書は、1号生から4期生まで全メンバー29人を、ハッピーオーラを感じるとき、おテーマに取り下ろしインタビュー。 また、4月5日でグループを卒業する斉藤京子の卒業ロングインタビューも収録。他にも、一五世の加藤志保、佐々木組、佐々木未霊と2期生、金村美久大阪の横浜デート対談。川田×ニューの、お味噌汁コンビ、4期生の、エース、聖玄児×藤島の同期対談など読み応えたっぷりの内容となっている。また、 ケヤキザカ46時代も含めた日向坂46全楽曲ミュージックビデオ特集。徹底アンケートに基づく全メンバーファイルほか、5年間を振り返るメモリアルな特集やメンバーを深掘りした企画が盛りだくさんとなっている。モデルプレス編集部。